トゥスネルダの全身像、ゲルマニクスの外旋式でのトゥスネルダトゥスネルダは、ケルス貴族の王子であった、セゲステスの娘であり、同じケルス貴族出身のアルミニウスの妻である。トゥースネルダとも呼ばれる。父セゲステスは、当初、トゥスネルダをアルミニウス以外の人物に、主はせようとしたが、アルミニウスが、ゲルマニア諸部族連合軍を率いて、 プブリウス・クインクティリウス・アルスラのローマ帝国軍にトイトブルク森の戦いで勝利を収め、アルミニウスとトゥスネルダは駆け落ち同然に結婚したと伝えられる。ローマとゲルマニア人との戦争は依然として続いており、15年にはローマのゲルマニア総督ゲルマニクスがゲルマニア征服を目指して軍を進め、その戦いの中でトゥスネルダはローマ軍の旅衆となった。 トゥスネルダは当時妊娠しており、父セゲステスと行動を共にしていたが、アルミニウスと対立していた父によって、ローマへ差し出されたとされる。アルミニウスは、トゥスネルダを奪還するために、ゲルマン核部族へ支援を求めて戦い、幾度となく、ローマ軍を破ったものの、トゥスネルダを取り戻すには至らなかった。アルミニウスは、悲しんで、死ぬまで再婚しなかったと伝わっている。 ローマ軍に捕らえられている間に、トゥスネルダは、アルミニウスとの間の息子を産み、トゥメリクスと名付けた。16年、ローマ軍と共に戦っていたアルミニウスの弟、フラウスは、アルミニウスヘトゥスネルダが無事であることを伝えた。17年5月26日、ゲルマニクスの凱旋式が行われ、トゥスネルダは、トゥメリクスと共に、ローマ市内のパレードの見せ物とされた。 なお、外戦式以降のトゥスネルダを記した文献はなく、その後の動向は不明である。なお、トゥメリクスは、ラベンナの検討し要請書へ送られて、30年から31年頃に、死亡したとタキトゥスは伝えている。1880年9月、オーストリアの天文学者が発見した、小惑星がトゥスネルダと名付けられた。ありがとうございます。